子、芭蕉の花。晴れ上がって急に暑くなった。朝から手紙を一通書いたばかりで、何をする元気もない。何遍も机の前へ座ってみるが、じきに苦しくなって、つい寝そべってしまう。時々涼しい風が来て、軒のガラスの風鈴が鳴る。床の前には、ほろがやの中に、春坊が顔を真っ赤にして、枕を外して、うつむきに寝ている。縁側へ出てみると、庭はもう半分影になって、影と日向の境を、アリがうろうろして出入りしている。この間、上田の家からもらってきたダーリアはどうしたものか。少し芽を出しかけたままで大きくならぬ。戸袋の前に大きな広場を伸ばした芭蕉の中の一株には今年花が咲いた。大きな厚い花弁が三つ四つ開いたばかりで、とうとう開ききらずに朽ちてしまうのか。もう少ししなびかかったようである。アリが二三匹たかっている。春坊が急に泣き出したから覗いてみると、蚊帳の中に座って手足を投げ出して泣いている。勝手から妻が飛んでくる。坊は牛乳の瓶を投げ出した膝の上で自分に抱えて、乳首から息もつかずごくごく飲む。涙でくしゃくしゃになった目で、両親の顔を当分に眺めながら飲んでいる。飲んでしまうとまた思い出したように泣き出す。まだ目が覚めきらぬと見える。妻は春坊をおぶって縁側に立つ。芭蕉の花、坊や、芭蕉の花が咲きましたよ。それ、大きな花でしょう。実がなりますよ。あの実は食べられないかしら。坊は泣き止んで、芭蕉の花を刺して、もも、もも、と言う。芭蕉は花が咲くとそれきり枯れてしまうって、お父ちゃま、本当？そうよ。だが、人間は花が咲かないでも死んでしまうね。と言ったら、妻は、まあ、と言ったきり、背をゆすぶっている。坊が真似をして、まあ、と言う。二人で笑ったら、坊も一緒に笑った。そしてまた、芭蕉の花を刺して、もも、もも、と言った。